遠平。遠平、遠平とは、ある天体が、観測者と他の天体の間を通過するために、その天体が隠される現象である。通過と比べると、遠平は近い方の天体が大きく見え、遠い方の天体を完全に隠してしまう場合に、使われる。対照的に、通過という用語は、近い方の天体の見かけの大きさが遠い方の、天体よりもずっと小さい場合に使われ、 そのような例として水星と金星が太陽面を通過する場合がある。太陽面を通過する場合は特に太陽面通過や日、経過などという。食とは一般にある天体が別の天体の影に入るような場合を指す。この三つの現象は、作望の結果の中で目で見られるものである。遠平が起こっている時には、いつも食も起こっている。地球から見た時の月による太陽の、いわゆる 食、日食を考えてみると良い。この現象では、月は物理的に地球と太陽の間に動いてきて、明るい太陽の円盤の一部分あるいはすべてを遮ってしまう。この現象は普通、食と呼ばれるが、この言い方は厳密に言えば御用である。なぜなら月は太陽を食していないからである。月は太陽を遠平しているのである。月が太陽を遠平するとき、 月は地球の表面に小さな影を投じ、それによって月の影が部分的に地球を食する。つまりいわゆる日食は実際には地球から見た場合の太陽の月による沿平、そして月の影による地球の部分的な食からなるのである。それに対して月の食、月食は実際に真の食である。月は 地球の後ろの空間に投影された影へと動いていき、地球の影により、触されたと言われる。月の表面から見て、地球は月と太陽の間を、まさに通過していき、従って、月面の仮想の観測者から見ると太陽は遮られ、遠平が起きたことになる。繰り返すが、すべての、触は、遠平を伴うのである。遠平という用語は、 月が地球の周囲を公転していくときに、恒星の正面を通過していくという、比較的頻繁に起こる現象に対して、通常最もよく使われる。ただし、これは、生殖、生殖と呼ばれることが多い。月には、大気がなく、恒星の見かけの大きさも例と扱えるので、恒星が月に隠れるときは、月の縁で極めて瞬間的に消えたり、再出現したするように見える。 月の暗い方の円で起こる現象は、月の眩しい輝きがないために、観測や時間の計測が要因になるので、観測者にとっては特に面白いものである。月の軌道は王道に対して傾いているため、木の木約6.5度以下の構成は、すべて月に遠平される可能性がある。この範囲には、王道面に十分近いために月や惑星に遠平される可能性のある一等星が3つある。 レグルス、スピカ、アンタレスである。惑星はアルデバランの北を通り過ぎるため、アルデバランの遠平は現在のところ月によるもののみ起こる。ポルックスの月や惑星による遠平は現在いずれも起こり得ない。しかし、将来的には遠い過去と同じようにアルデバランとポルックスの遠平も起こるようになる。生殖が起こると予報された経路の限界線の円は北限界線と、 南限海線と呼ばれるが、その付近では不規則な形をした月円が通過するために、構成が断続的に出たり消えたりするのが見られることがある。これは接触として知られている。観測上、科学的立場からすると、この接触は、生殖の中で最も劇的で面白いものである。普通、主にアマチュアの天文家によって、 生殖が起きた時間は正確に計測されている。かつては眼視観測による10分の数秒程度の精度でしか観測できなかったが、現在は GPS と超高感度、ビデオカメラによる観測が主流となり、100分の数秒単位で正確に計測できるようになった。生殖の時間のデータには様々な科学的用途があり、これまでは主に月の地形図に関する知識をより、 正確にするために使われていたが、日本が打ち上げた月探査衛星、家具屋によって、極めて正確な月の地形図が完成したため、現在は、銃声、特に近接連星の観測に多く使われるようになっている。初期の電波天文学者たちは、波長の長い電波の直接観測による解像度が限られていることから、月による電波源の遠平が、 電波源のの正確な位置をを、測定するのに役立つことを発見した。一年のうち普通数回は地球上のどこかで惑星が月に沿平されるのを観測することができる。これは惑星色と呼ばれることが多い。惑星は恒星と違ってはっきりとした見かけの大きさ、視直径がある。そのため惑星色では完全な惑星色が起こる領域に接して、 部分的な惑星色が起こる狭い帯状の領域ができる。この狭い領域の中にいる観測者は惑星面がゆっくりと動いていく月に部分的に隠されるのを見ることができる。恒星が惑星に遠平されることもある。1959年には金星がレグルスを遠平した。天王星の間は1977年に天王星が恒星を遠平した時に 初めて発見された。1989年7月3日の朝、アトック、アメリカ大陸では2日から3日の夜には、土星が五等級のいて、ザ28番星の正面を通過していった。ある惑星が他の惑星を遠平することも起こりうる。しかし、このような惑星の相互遠平は、極めて稀である。このような現象が、 最後に起こったのは1818 18年1月3日であり、次に起こるのは2065年11月22日である。これらには両方とも同じ惑星、金星と木星が関係している。専門的には、手前の惑星の見かけの大きさが、奥の惑星より小さい場合には、その現象は、惑星の相互通過と呼ばれるべきである。手前の惑星の見かけの大きさが、 多くの惑星よりも大きい場合には、その現象は、惑星の相互遠平と呼ばれるべきである、過去と将来のこのような現象の一覧は、通過を参照。木星と土星が軌道を交点する間に、それぞれ2回、それらの惑星と衛星の赤道面が、地球の軌道面と同一平面上に並ぶ時期があり、結果として、これらの巨大惑星の衛星の相互遠平や、相互色が立て、 続くに起こることになる。このような軌道配置は、無人探査機がこれらの惑星系を横切る時にも、人工的に生じるため、ここに一例を示したような写真が撮影されることになる。触、通過は、このような現象を表すのにも使われる。例えば、木星の衛星は触される、木星の影の中を通るために暗くなることも、遠平される。 木星が視線方向に位置するために視界から隠れることも木星面を通過する木星面の正面を通ることもある。ビッグワカルティングスティレブルサテライトとは遠くの恒星の周囲にある惑星を恒星を遠閉させている間に望遠鏡で発見できるようにするために打ち上げが提案されている人工衛星である。衛星は巨大で非常に軽量なシートと 可動スラスター及び操縦システムのセットからなる。衛星は望遠鏡と惑星のすぐ近くの恒星とを結ぶ、視線方向に沿って移動する。そうして衛星は恒星からの放射を遮り、恒星の周囲を降点している惑星を観察できるようにする。現在計画されている衛星は、寸法が70メートル70メートルであり、イオン推進エンジンと太陽母とを組み合わせて、 操縦される。衛星は望遠鏡から10万トルの距離に位置し、恒星の光の99.998%以上を遮ると予想されている。衛星の質量は6 0 0ラム程度になる予定である。この衛星を配置する位置には2通りある。一つ目は宇宙望遠鏡のために役割を果たすもので、地球のラグランジュ点 l の近くに配置される可能性が、 最も高い。二つ目は、地上の望遠鏡と連携するもので、地球を回る大きな楕円軌道上に投入されるだろう。軌道の遠地点では、衛星は地上から見ると比較的静止に近い状態を保つため、より長い露行時間を確保することができる。これらの現象は遠平する天体とされる天体が、地平線上にあるすべての場所で見えるわけではない。 中には太陽に非常に近いところで起こるためにほとんど見えないものもある。稀な現象だが、惑星が別の惑星の正面を通過する場合がある。これが次に地球から見て起こるのは2065年11月22日の12時43分であり、外号に近い各直径10.6の金星が各直径30.9の木星の正面を通過する。しかし、これは 太陽のわずか8度西で起こるため、肉眼で見ることはできない。近い方の天体が遠い方の天体よりも、角直径が大きい場合、近い方の天体が遠い方の天体を完全に隠すため、その現象は通過ではなく、遠平となる。木星を通過する前に、金星が木星の衛星であるガニメデを11.24に遠平するのが、地球の南極地方から見られる。のために、 観測者の位置によって実際に現象が観察される時間は数分間ずる。1700年から2200年までに地球から見られる惑星相互の通過や延平は18回しかない。1818 18年から2065年まで現象の起きない長い空白期間があるのに注意。1737年の現象はジョン・ベビスが グリニッジ天文台で観測していた。これは惑星相互の遠平に関する唯一の詳細な記述である。1170年9月12日に起こった火星の木星面通過はカンタベリーの修道士ジャーバスおよび中国の天文学者が観測していた。さらに金星による火星の遠平が1590年10月3日にハイデルベルクでミャエルメストリンによって観測されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。